どうも、ヌヌです。ライズ・オブ・トゥーム・レイダー1目から遊んでいきたいと思います。難易度選択、トゥーム・レイダーでいこうかな。このゲームやりたくて前に買っておいて、ずっとしまっておいたっていうか、スチームなのでデータとして取ってやったんだけど、どんな時なのだろう。子供は周りの世界に興味を持ち、経験を得ていくが、徐々に好奇心を失っていく。だが例外も。探検家、真理を探す者、人類の行く末を決めるのはこういった先駆者たちだ。他の奴らはここまでだ。あんな山を登る物好きはいない。失われた都市はあそこね。大変な登山になるぞ。後には引けないわ。分かってる。あなたも残った方がいいわよ。冗談だろ。ちょっとだ。最高の眺めだぞ、ララ。捕まれ。ありがとう。すごいとこだよね。ほら見て。すごいな。だが山頂から落ちてくる雪は悪い兆候だ。この道は山頂まで続いてる。頂上からは谷全体がよく見えそうね。よし、無理せずに行こう。一応グラフィックの設定とか上げられる範囲で上げてやりますが、綺麗だよ。もし何も見つからなくても、君はお父さんの誇りだ。ありがとう。でも今回はいい予感がする。一応2件までの撮影環境はあるので、まあこの録画の足が滑っただけ。平気よ。一応フル HD にもしてあるんですけど、危なかった。ララ、怪我はないか？ジョーナー、ここよ。降りて助けに行くぞ。ダメ、危険すぎる。あー、なんでそっちジャンプした？変な方にジャンプするときはあるんだよね。ダメ、危険すぎる。一人で登れるわ。本当に？そこにいて。そこまで飛ばないと。よし、いいぞ。手につかまれ。おい。よっしゃ。たくらら、心臓が持たないぜ。大丈夫か？ええ、行きましょう。経験値50ポイントで。ここを抜けるしかないな。ちなみに実況している私、ヌヌヌもう高いところ苦手。よし、もし天候が荒れたらこの洞窟。アクションゲームも割と苦手。石が割れた場所は見つかるのか？危険な賭けなのは分かってるわ。でもあの案内人はこの山で遺跡を見たって言ってた。
まあ失われた都市を隠すとしたら俺でもこういう錆びれた場所を選ぶだろうな。トリニティに先を越されてたらまずい。嵐が近づいてる。僕あと 2,3 時間だ。それで十分よ。もうすぐ頂上だわ。どう思う？上には何かある。私には分かる。近づいてる。あと少しよ。分かった。上まで行こう。ここからは登るみたいね。落ちてくる氷に注意しろよ。オッケー、準備はいい？ああ。はっ。その、体格の大きな男の人を落ちたら、ゆっくり落ち着いて進みましょう。とにかく離れないでね。飛べねえよ。そこにいて、上からロープを下ろすわ。よし、今緩めてやるぞ。あとちょっとだ、ラナ。頑張れ。嵐が来てるよ。はい。え？
飲み込まれたよね。人生において最も残酷なのは、人の一生があまりに短いことだ。年を重ね衰え、やがて死ぬ。だが後に残すものは何だ？泣き殻？それだけ？魂はどうだ？我々の地上での存在をも超越するか。私はそう信じている。多くの神話や物語の中にこそ真理がある。科学では解き明かせない。より深淵なるもの、永遠の命を解明する鍵となるものだ。私はそのパズルのピースを見つけたかもしれない。だが探しているのは私だけではない。私の後を追い、私の行動を監視する集団、正体は分かっている。トリニティ、人類の未来を操ろうと企む古代から続く過激な宗派だ。家族のためにも慎重に事を進めなければならない。ララやアナにもしものことがあったら、私は一生自分を許せないだろう。ごめんなさい。ここで何してるの？またくだらない記事書かれてたわね。一人じゃ辛いかと思った。腹が立つわ。つけられてない？つけられる？まさか。どうしたの？墓の場所が分かった。本当？嘘でしょ？預言者の神話は本当よ。パパは正しかった。ララ、お父さんは病気だった？違うわ。大発見まであと少しのところだった。不死の魂は確かに存在する。リチャードを愛してた。結婚してもいいと思ってたわ。でも彼は廃人になった。あなたにはそうなってほしくない。でもアナ、パパは正しかったのよ。他のみんなが間違っていたの。墓はシリアにある。シリア？ダメよ、ララ。ダメ。どうかしてる。いい加減目を覚まして家に帰るのよ。帰れないのは知ってるはずよ。その執着心のせいでお父さんは。見えたのよ、何かが。何なのかはうまく説明できないけど、パパの気持ちが今なら理解できるわ。全部おとぎ話よ。バカみたい。そんな道をたどってはダメ。行き着く先はわかるでしょ。今の私にはこれしかないの。預言者の墓を見つけるわ、アナ。おい、これから紛争地帯に入るぞ。
こっちで会ってるんだろうな。もう近いわ。少し先の谷間にオアシスがあるはずよ。時間の無駄だろう。この辺は何もない。いいから運転して。はいはい。何かのお菓子よ。ああ、あれは地元のミニだ。誰かに話したのね。金をくれたんでね。なんてやつ。戻ってくるなんて聞いてねえぞ。ここから離れて。よせよせよせ。ダメダメダメ。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。